ましょう。牧野桃子さんです。お願いします。お願いします。牧野さんは応援歌を歌ってくれるそうです。桃子、桃子はい、ここ愛染さんには、愛染カツラの木で、たくさんの愛染カツラの花が咲いていますね。極楽浄土の草原郷には桃の木が咲いておいて、桃の実をいっぱい実らせています。桃の実を食べると不老長寿や子供が、恵まれるということで、皆さんすごく縁起のいい食べ物なんですね。それで私は生まれた時に桃みたいに顔がパンパンで、真っ赤な、元気いっぱいに生まれてきたので、そんな、そんな私が皆さんのごは、皆さんのご声援と愛染さんのますますのご繁栄を応援でしてみたいと思います。みんなみたいに歌が上手いとかダンスができるとか飛び抜けた才能はないかもしれません。それでも私ができることは皆さんの胸にたくさんの愛の気持ちを届けることがやりたいと思います。いきます。頑張れ。頑張れ。頑張っていろいろ愛嬌を振りまいているので、どうぞ楽しんでいってください。